清宮、新塁打のサインでホームラン。日本ハムの清宮幸太郎内野手は9日、韓国プロ野球サムスンとの練習試合に5番1塁で先発出場し、2回の第1打席で今季1号本塁打を放った。これが決勝弾となり、チームは3対0で完封勝ち。今季初の対外試合を白星で飾った。清宮の一発は両軍無得点の2回だった。先頭の4番野村勇輝の左翼線2塁打に続いた。左腕ホユンドンの内角球を引っ張り、弾丸ライナーで右翼芝生席へ。対外試合初打席で1号ツーラン。観客からはどよめきの声が上がった。チームは7投手の継投リレーで快勝スタート。試合後、新庄剛志監督は清宮君に関しては、あれは新塁打のサイン。ランナーを進めるバッティングをしてほしいというところでと明かした。リチャードなら泣いてた。ホームに進塁させてなんなら自分も帰ってきたのにどうして。サンキュー新庄。天才やん。ホームランでも塁進むんやからええやろ。めちゃくちゃ弾道低かったのがたまたま入っただけやしな。エゴシは？エゴシは打ったの？打ったよ。全部フライだったけど。リチャードはマシン相手に見逃した後にホームランやろ？練習じゃないなら OK やろ。あれは一塁ランナーもいるエンドランの練習だったわけだし。清宮には前打席進塁打のサイン出せ。